この仕事を始めるきっかけの時が多分あったと思うんですけど、はいはい、うん、その時ってどういう気持ちでした？こう音が弾けたっていうか、俺の場合で言うとバックパッカーしてて植物に全く興味がなかったのが、ボルネオ の島にバックパッカーで旅した時に食虫植物に出会っていうか、はい、それすっげえでかい食虫植物で、それまで植物舐めてたんやけど、それ見た時にうわすげえと思ったわけ、半端ないと思ったわけ、何か音が鳴ったような、寝てても覚めても苦しいぐらい仕事のことを考えてるというか、植物のことを考えてるというか、苦しいぐらいマニアックに没頭する時間っていうのがあって、挑戦とか周りに愛されてるとか、その好奇心旺盛で仕事楽しんでるとか、そういうのが一番多かったんで、やっぱそういう人が僕らから見てその仕事を楽しんでるとか憧れるような大人なんかなと思いました、うんうん、プラントハンター、え、もうちょっと、あ、どう、ちょっと上にもう一回、らしい、そう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 、そうで、で、うん、私とマンさん、キセジュンさんと話をしようって言ったので、それはそれでいいんですけど、まあ、確かになんか様子見たら、大阪国際大学に来ました徳です、よろしくお願いします、よろしくお願いします、あ、よかった、じゃあおかけください、ではミーティングを始めます、はい、今までみんなが大阪と思っていて、いや緊張しないって言ったら嘘になるんでね、すみません、今大学の、企画で大人インターンという企画をやっておりまして、代表の方の西畑清純さんにお会いしたいなと思ってお電話させていただいたんですけれども、はい、それは、はい、はい、よろしくお願いいたします、すみません、復唱だけさせていただいてもよろしいでしょうか、すみません、メールアドレスの方が、おはようございます、おはようございます、お疲れ様です、お疲れ様です、大阪国際大学に来ました、はい、よろしくお願いします、ザフィール、ザ、ザ、ザフィール、はい、Dear to be different、 性格社交的みたい、あまあここには日本中、世界中から集めた植物が管理されてて、そうそう、楽しくなろうと思ったらやっぱ好きになることが一番だと思う、夢中になれることがね、はい、で夢中になれることっていうのは無理して好きになったり無理して夢中になることもできない、自分が楽しくできるもの、夢中になれるものを探さなきゃいけないんだよな、だから俺なんかは夢中になれるものが植物って分かった時点からもう楽しいことしか待ってないわけ、そうやんか、はい、人の好きなと一緒で、この人は性格もいいし頭もいいし年収もいいし優しいからっていう風に計算して好きになる好きと、もう会った瞬間に何か好きで、とにかく知ってみたい、近づきたい、チューしたいって思えるものって多分人っていると思うね、はい、700年ぐらい、700年ぐらいかな、入するときに土とか落とさないといけないから、落とした分枝も落としてあげて、こうやってでまたここで再生していってるんだけど、再生して 2,3 年ぐらいしか実がない、そう、むしろ向こうに行ってる時よりもいっぱい実がついてる、こっちの方が環境的に良くなる、あのいよいよにしてあげてるって感じ、オリーブはまさに平和と繁栄の象徴で、国連のシンボルとかになったり、すごい縁起のいい木やねんな、しんどい時は美味しいと思うようにしてる、こんだけ自分にいろんなものを誰かが求めてくれてるからしんどいわけで、あの特に俺は人の依頼に対して応える仕事やから思うんだけど、こうしんどければしんどいほど、あ
美味しいぞと。美味しいぞ。こんなにいっぱいいろんなものを求められてるやつ、他におらんちゃうかなって思っちゃうわけ、まず。あ、そうすると、なんかピンチとかしんどい時も、まあ、楽しめるし、乗り越えれるし。でも大概しんどいしんどいって言ってても、他の人もしんどい思いしてるから。これらが実は太古の植物で、いつやってきたかわかる？知ってる？いや、全然知らない。あの、4億5000万年前に大体ね、川から上がってきたんやけど、陸上に植物が上がってきて、まあ、あの、一番最初に巨大化したのがこの木星みたいな仲間で。そうそう。で、今、その太古の植物に俺がハマってて、すごい。なんかテーマパークとか、いろんなところに使ってもらってるね、今。そう、ホテルに行ったりとか。肉体的にはね、多分本当に言葉じゃ表せないぐらいしんどい思いはたくさんしてきてるやんか、仕事から、はい、雪山で遭難したりとか、もう死ぬって思うようなところも何回もあったんですけど、なんかしんどいことも過ぎてしまうとなんか忘れてしまうから、人間って便利にできてるから。一番しんどい時やったとしたら、うん、どうやって乗り越えはりますか？大人やから、頑張って考えて、乗り切る。うん。誰かが助けてくれると思わんことやね。ああ。子供のうちはね、どっかで絶対に誰かに助けてもらえるって思ってんやんか。一つだけ俺、思ったのは、やっぱり、親に甘やかされて育ってきた子と、自分で問題解決してきた子の差は大きいなと思う。だからやっぱりね、大人だったら、とにかくやっぱ自分で解決せなくて。誰かが解決してくれるとか、誰かに餌を出したしゃええっていうわけじゃないってことが、あの、分かることが大人やと思うしな。もっと大人になったら、それが自分だけのためじゃなくって、人のためだったり、世のためだったりっていうふうなフェーズはあると思うけど、そういう次元に行こうと思っても、まあ、まだ働いてない子がね、急に世の中で役立ちたいんですっていうのと似てて、やっぱまずは己がちゃんと立って、自分で、ね、何でもできるようになってから人のっていう風に言った時に分かる話よく似てるかもしれない。ミュウロンだね。由来のメールが長くてスクロールしてスクロールして、これはインフォメーションセンターにも回さなきゃすごい熱意がすごかった。どうしたんだろうってぐらい長くて結構長かった。すごくって本当に思いの丈が全部書いてあって、すごいお手紙みたいな。みんなだからいろんなところから来てる。山本さんは山口県やろ、東京やろ、名古屋やろ、それからこけしの産地やで、シャン、あの向こうはナメクセやナメクセちゃうわ、間違えた、惑星ベジータ、俺もサイヤ人。なんでも俺には言わなあかんっていう、これはこうみんなの秘密データバンクみたいなもんで、人に言えないことがあったらこっそり俺に言って、俺が分かったって俺の胸に止めとくわっていう役割やね。社長あれちゃんと止まってるんですか？止まっ、まあ、ちゃんとたまに漏れるけどスプリンクラーたまにもスプリンクラーって蛇口ひねたらバーって効率よく飛びちゃうんすからね。パラボラッチョっていうキャラ、アルゼンチンから飛行機で運んできたやつだ。だこういう木いっぱい運ぶのも本当にどんくさかったら、持ってきて一発で借りてしまうしね。ああ。そうそう。まあ、これ一本4000万ぐらいなんやけど、すぐに買い手がつく。そうです。まあ、どんな仕事でももちろんその何やろ、学生の時と一番違うところはこう。なんていうのかな、やっぱりお金が動くってとこやね。で、夢とか希望のなんか語れる人とかちゃんとそういうことを知ってからの方がいいと思ってて、持論やけどね。だからやっぱりプロとしてちゃんと仕事ができて稼げるっていうところから
もちろん夢をその思い描いて仕事するのに、職業っていうのはプロフェッショナルっていうことやから、俺もな、夢ばっかり語ってて何も仕事できなかったら意味ないやん。そうですね。面白い大人ってどういう大人やと思います？あ、面白い大人か。何がつまんないっていうことを分かってる人かな。あ、いろんな考え方があっていいと思うねんけど、なんやろ、物事を決めつけてる人がつまんない人かなって思う。だからきっとこうやったらつまんないんだろうって思ってるからこそ、じゃあ面白いことっていうのはここにあるだろうな。面白い大人っていうのは、多分きっとこの会社がこんな企画やっててもつまんないだろう、分かってるから面白いことを提案したり企画できるし、つまらないことが分かってるからその面白いことも分かってくる、ね、分かる。そう、俺の目標っていうのはやっぱり最終的に一人でも多くの人に植物の魅力を伝えて、植物自体の地位を上げる、価値観をちゃんと人に植え付けていく。で、100年後とか200年後に、あいつがいたわ、あの時代にいたから、あいつがの時代に頑張ったから植物って見直されたよなって、やっぱ100年後200年後に言われてたり。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。はいはい、頑張りま す、はい、ですでも聞きたいこと聞けたんでよかった。なんかすごいかっこよかったです、あの日。じゃあ面白い大人ってつまらないことを知ってる人、その話がすごい新しい発見やな。片足だけ突っ込むんじゃなくて、もう全身で飛び込んでいくっていう方に、まあとりあえずこれからやっていくことにはもう全身で飛び込んでいこうと思います。